こんばんは、岩田敦です。皆さん、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。今日はですね、ちょっと感激なテーマで取り組んでみたいと思いますけれども、塩の矢よ、見苦しい、岸田、貴様はクズだというタイトルでやってみたいというふうに思います。どういうことかと、言いますとですね、まず新聞を読んでみましょう。毎日新聞です。離島勧告の塩の矢粒子、再審査請求を、検討。裏金問題で自民処分ということなんですが、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件をめぐり、離党勧告処分を受けた、自民党の塩谷立元文部科学省は5日、党への再審査請求を検討すると表明した。党規律、規約によると、党総務会で相当の理由があると認められた場合には、再審査が行われる。再審査が認められず、離党もしない場合は、除名となる。見通し。除名っていうのはですね、これもされたらほとんど副党の認めは、見込みはなくなるわけですね。ですから離党以上に重たいということです。党規委員会は安倍派の対外的トップ座長だった塩谷氏を党の処分で2番目に重い離党勧告とすることを決めた。塩谷氏は同日記者団に非常に厳重な処分で残念だ。党側からどのような説明をしていただけるのかをまず伺っていきたいと語っていた。塩谷氏は処分に先立ち提出した弁明書で、スケープゴート。これ、生贄って意味ですね。のように不当に重すぎる処分を受けるのは納得がいかず、到底受け入れることはできないと反発していた。茂木幹事長は、4日の記者会見で、再審査が認められず、離党届も出さない場合、最終的にはより重い処分になると述べたということなんですね。ふむふむということなんですが、で、これについてですね、どんな弁明書を出したのかなというのをですね、ちょっと興味があって、この塩谷立氏のですね、弁明書を探してみました。で、まあこれですね、こういうことを弁明書っていうのはね、これ載ってますので、毎日新聞にこれも載ってました。で、まあね、まあこれはっきり言ってね、見苦しいんですわ。最初こんなこと言うんですよ。政府政策研究会をめぐる問題につき、国民の皆様、党員、党所属議員の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、民主政治の要体である、国民の信頼を損ねたことは残機に耐えず、心よりお詫び申し上げます。じゃあやめろよっていう話なんですよ。お詫び申し上げるならやめろよと。それで終わりだよと。こういうふうに思いませんか、はい、で、これ結局ですね、ボクチンの処分だけ重すぎるんだよと言ってるわけなんですよ。で、これは何かと言ったらですね、私は嘘をついてませんと言ってるんですね。で、しかし野党やマスコミから虚偽だ、隠してる、説明責任を果たしていないと、政局を失する発言がなされています。それはね、野党とかマスコミはそういう存在ですから言うでしょ。でも本当にね、あなたが嘘を言ってないとか、これね、私ね、よくわからないんですけれどもね、一般的にですね、脱税してた場合ですよ。私は嘘を言ってないと。私はその手続きにちょっと間違いがあっただけだ。脱税したいと思って脱税したわけじゃないって言ったら、認められますか？認められないですよ。でね、国民一人一人はですね、そういう責任の中で生きてるのに、国民のね、負託を受けたと言っている政治家はですね、ボクチンのこの処分は重すぎるんだよと。いい年してね、見苦しいと。というふうに私は思いますね。で、報道によれば私には離党勧告という厳罰、さらには清和圏の多くの同志たちにも重い処分が示されようとしています。と。じゃあ、何もしないでいいんですかっていうふうにやっぱり一方で思いますね。じゃあ、こういうことやっても、いや、法的には問題ありませんと。あ、知りませんでした。秘書がやりました。私は知らないぴょんと言ったら、許されるのかと言ったら、許されないですよ、こんなもの。だとしたらですね、潔く自ら身を引くとかですね、すればいいのにしないで、しがみついて、しがみついて、しがみつきたいというのをやってるわけですよね。で、この、地元支援者に説明責任を果たすためにも、明確な開示、基準とか理由をですね、教えろというふうに言ってるわけです。で、自分の関与っていうものはないと。不記載を画策したり、主導したりすることはありませんと言ってるんですね。で、ここからね、全くね、この安倍総理がね、もうね、お亡くなりになったことをね、いいことに、とんでもないこと言ってるんですよ。安倍会長も参院選後に改めて検討する考えだったと思います。この派閥の問題、お金の還流の問題ですね。
しかし7月に安倍会長が突然逝去され、派内は大変なショックで、混乱し、会長をはじめ幹部役員体制も整わないまま、今後の様々な問題を協議する中で、還付を希望する声に対応して、重大通りの還付はやむを得ないとの流れになりました。決して安倍会長の意思をないがしろにしたものではなく、給与の対応でした。どこが給与の対応やねんと、こういうことですよね。で、これやめましょうと。これ良くないと。安倍元総理がおっしゃっていて、じゃあこれやめざるを得ないというようになったらですね、テロリストによってですね、安倍総理がお亡くなりになるという事態になった。そしたら、また、我はやっぱ俺たち還流してもらわないと困るんだよ。金出せよと。わ、金欲しいんだよということをですね、所属の国会議員が言ったときにですね、いや、それ無理だからと言えばいいだけの話ですよね、これね。いや、希望する声に対応して、還付はやむを得ないとの流れになりました。いやいや、全然やむを得なくないし、しかも流れになりましたっていう表現がね、ずるい。要するに、自分で決めてないんです。もう、そういうふうな流れができちゃったんですと。私そこに乗ってただけですと。言いたいわけですよね。要するに、自分が決断したんじゃないんですと。これは僕はやりたくなかったのに、もうそういう流れができてしまったんです。そういう空気ができてしまったんですと。ノーって言えよと。ね。あなたね、座長でしょと。一応代表でしょと。ノーとすら言えないのかというふうに私は思いますね。で、不記載に気づけなかったことを、気づけなかったゆえに不記載を止められなかったことへの批判は甘んじて受け入れます。じゃあやめい銀次職せい。しかし不記載に気づきながら放置してきたわけでは決してありません。知らない。何度でも言います。見苦しい、聞き苦しいというのはこういう発言ですよね。報道によれば私への処分は清和権のトップだったことも加味されるということですが、そうです。私が座長を務めたのは令和5年8月から本年2月1日までの5ヶ月余りです。5ヶ月しかやってないんだから責任は僕にないよ。そんな理由どこが通じるんだと。アホかといい年して。ええかげんにせよと。ああいう話ですね。しかも会長代理は快速に規定された役職じゃないと。じゃあなるなよ。ならなきゃいいだけだろうと。それはねなってくださいって言われた時、やります。僕ちんやりますと。喜んでやりますと。なんか責任かぶってくれって言われた時には、いやいや、会長だよ、だってそれルールにもないし、もういやいやいや、責任ないっすと。ちょっと待って、プレイバックって感じですね。もういい加減にせよということですよね。で、だから、議論に加わった他の方と比較して私の責任の方が重いということはありませんと。ありませんと。いや、だったらじゃあ、やめとけと。会長代理なんかならなきゃよかっただろうと。で、しかもですね、これね、すごいことも書いてるんですよ。この度の件において、最も大事な国民の政治への信頼を損ねたことを深く反省し、私自身も政治的、道義的責任を負うと同時に、国民の政治への信頼回復に真摯に取り組んで参る決意であります。しかしながら、有権者の負託を受けた議員の政治生命に関わる重大な事案であるにもかかわらず、明確で公正な基準による判断がなされているかについては現段階で否定せざるを得ませんと。おかしいと。僕ちんだけ不当にいじめられてるよと。大騒ぎしてるわけですよね。じゃあ全員私と同じような処分にしてくれって言えばいいじゃないですか。あなたが軽いってことにはならないと思いますね。この問題はね、私ははっきり言ってイデオロギーの問題じゃないと思うんですよね。国民をバカにしとると。そういう話に尽きてると思うんですね。平成2年の初当選以来、34年にわたり、地元有権者に支えられ、自民党所属の衆議院議員として、党の理念に共鳴し、誇りと責任を持って党に貢献し、貢献してない!してない!自分じゃ貢献してるつもりかもしれないけれども、あなたたちのやってることが自民党に対する貢献だっていうのは、これ自民党の真面目にやってる人たちに対するですね、嫌がらせ。いや、なんでもありません。真面目に政治活動に取り組んできた。真面目に取り組んできたのは裏金作りだろ?違うのか?自負があります。それにもかかわらず、まるでスケープゴートのように、清和権の一部のみが、確たる基準や責任追及の対象となる声も明確に示されず、
不当に重すぎる処分を受けるのは納得がいかず、到底受け入れることはできませんと言ってるわけですね。まあ確かにですね、まあここでね、はっきり示せよというのもわかるし、で、確かにね、こうやって書いてますよ。このような独裁的、専制的な党運営には断固として抗議するものでありますと言ってるんですね。で、派閥の解消を唱えるだけでは問題の本質を見誤っており、党としての責任、さらには清和権と同様、関係者が起訴された総裁派閥を率いてきた岸田総裁の道義的政治的責任も問われるべきであります。この点だけは正しい。もう破れかぶれのおっさんの発言だけれども、ここだけは正しいと思いますね。つまり今回ですよ、お前は派閥のトップだったからやめいというふうに言われてるわけですよね。で、派閥のトップだったからやめい、でもよく考えてみたらですね、派閥っていうものがあって、その全体の中に党ってのがあるわけですよ。で、その党のじゃあ代表は誰と、党の総裁誰って、岸田さんあなたでしょということですよね。なんで岸田さんあなたは責任取らないの、これはね、私は真っ当な批判だと思いますよ。このね、お前が言うなよとは思いますよ。知らない理由とね、もうね、もうなんか塩のやとかなんか言ってるけど、もうなめくじに塩をかけられたような状態になってますけれどもね。だけどこれがね、岸田さんあなたは何だというの、これはね、私は正当だと思います。国民の多くもね、そう思ってると思いますよ。んと、普通最高責任者が責任取るんでしょと、だから派閥のトップが責任取るのはそれは当然だ。んと、でもよく考えてみたら、派閥のトップの上にいるのは党の総裁でしょと、で、自民党の不祥事でしょと、今回は誰がどう見たって、いやいや、これ自民党とは預かり知らないところでとは言えないですよ。自民党の不祥事なのに、自民党総裁である岸田さん、あなたが責任を取らないのはなんでというのは、これはね、私は多くの国民も、おかしいよなというふうに思ってることだと思いますよ。つまり、自分の部下に適当にね、ああ、お前は責任取れよと、ああ、派閥のトップ、ああ、もう離党勧告やと、どんどんやめやめと、ちょっと待ってと、なんであなた自身は何に1ミリも責任取ろうとしないんですかということですよ。だからここはね、やっぱりね、私は言われてもしょうがないと思いますね。つまり、自分の部下だけね、人見悟空にする、まさにスケープゴートにするということであるならば、それは人間のクズですよ、はっきり言って。僕は知りませんと。あれは安倍派がやりました。ああ、これは何やりました。でも、じゃあそれ全体をまとめて自民党の総裁って誰でしたっけ？ああ、あれは安倍派がやりました。ああ、塩野さんが責任取りますと。いやいやいや、全体の自民党の代表者って誰なんですかと。あなたでしょというふうに思いますよ。やっぱりね、これね、岸田さんっていうのね、最近見ててね、非常によく思うんですけれどもね、これ人間のクズってのをね、ぎゅーっと煮しめていくとね、どうなるかっていうと、岸田文雄の誕生ですよね。だから人間のクズを煮しめると、岸田総理になるというふうに私はね、最近見てますね。こんなに無責任な人っていないと私は思います。だからもう全部適当に責任取らせると。で、自分は何が好きなのと。もうアンパンマンはね、愛と勇気だけが友達さーだけど、結局彼らがやってることって金と権力だけが友達でしょ。それ以外何なのと、こういうこと思わずにはいられないですよ。岸田さんね、このね、周南もね、やっぱね、ヌスっとにもね、三部の理というかですね、まあ、ちょっとはね、理屈があるわけですよ。で、その中で、この最も見苦しい弁明書を書いた、塩谷氏のね、見苦しい弁明書の中で、ここだけはその通りやろうと思うのは、岸田さん、あなたにだって責任あるでしょうと。ここはね、私は、確かになというふうに思って拝見しました。岸田さんが今問われてると思いますよ。こんなね、デタラメなやり方やってて、誰が納得するんですか？ちなみに、これについてですね、ジャーナリストのですね、田崎史郎さんがですね、こんなことを言っていますね。塩谷氏について、この人は処分されて当然です。塩谷さんの発言を聞いても、自分が座長であるということを全く認識されていないわけです。
不祥事が起きたときは、最後はトップが責任を取らなければいけない。安倍派で不祥事が起きたら取るべきは彼なんです。それが取れていない。と、まあ、テレビで解説したわけです。でもね、これね、田崎さんちょっとおかしい。確かにね、派閥のトップは塩田だった。だから責任取るのも当然。私もそう思う。だけど、自民党のトップは責任取らなくていいっていう論理にはならないでしょう。自民党のトップである総裁、岸田総裁は何も責任を取らないで、全部、塩谷が悪い、世耕が悪いで済むんですかということはですね、やっぱこれ国民は見てますよ。国民を愚弄してはいけない。やっぱりね、あれと、本来、責任を取るべき人は取ってないだろうというふうに思ってるのが、今の日本国民の多くの人の意見ではないでしょうか。安倍派内では塩谷氏への同情論は全くないと指摘。座長という認識はないんだろうって不思議でしょうがない時も投げかけていたそうですね。まあ、塩谷さんって別に、このたまたま出てきただけでね、別に実力のある政治家だとかですね、大物だなんて思ってる人は誰もいません。本人だけは思ってるのかもしれないけれども、誰も思ってない。だから、まあそういう意味においてはですね、何言ってんのこの人というふうに思われてるのはそうでしょう。ただ、じゃあですよ、岸田さんは何にも責任取らないっていうことを認められていいのかっていうことをですね、私は強く訴えたいというふうに思います。やっぱおかしいでしょう。責任取るべきなのは、塩谷さんが取るのも当然。でも岸田総裁が取るのも、これ当然ですよ。どちらも取らなくちゃいけない。だって自民党の不祥事なんだから。派閥の問題です。派閥の問題です。いやいや、オタクだっていろいろあるでしょという話なのに、知りません。知りません。あれは塩谷、世耕が悪いと。こんなので納得できませんというふうに思います。最後は国民の審判を仰ぐとかですね、言ってますけれども、ああ、じゃあ国民のこと舐めるなというふうに私は思いましたけどね。やっぱりね、こういうね、むちゃくちゃな政治っていうのはやっぱ正していかなくちゃいけないです。あまりに不条理だというふうに私は感じました。皆さんはいかがお考えでしょうか。今後もですね、この番組を継続して参りたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を継続するに際して、ご支援を賜れる方は、金の振込口座よりご支援賜りますか。あるいはですね、メンバーシップにご登録のほどよろしくお願い申し上げます。